反対派櫓の撤去始まる成田空港内の農地で強制執行。成田空港の誘導路脇の農地に空港反対派が設置した櫓などの撤去作業が15日夜始まった。農地の明け渡しを求める成田国際空港会社、NAA が起こした訴訟の判決で強制執行が認められていた。裁判所の執行官らが作業に当たった。 空港用地内での強制執行は2017年5月以来。午後8時過ぎ、千葉県警の機動隊員らが到着すると、反対派やその支援者数十人が、帰れ、農地を守り抜くぞ、と宿礼ヒコールを挙げた。対象の農地は B 滑走路の誘導路近くの契約4600平方メートル。反対派の首都高尾さん、72都が工作し、 廃校を主張する三里塚芝山連合空港反対同盟北原派が、やぐや看板などを設置していた。空港用地内の死藤さんの工作地は、今回の対象を含め2カ所あり、契約7200平方メートル。16年に最高裁で明け渡しを命じる判決が確定したが、その後も関連訴訟での軽装が続いた。昨年9月、 NAA が北原派に櫓の撤去などを求めた訴訟で、東京高裁が一審に続き請求を認め、判決確定前に強制執行が可能となる仮執行宣言もつけていた。